1970年に初めて韓国を訪れました。その目的は朝川匠のお墓をお参りすることと、もう一つは柳宗悦、河合勘次郎、浜田庄司が韓国を歩いた道をたどることでした。私の父仁は若い頃、柳宗悦の著書「工芸の道」を読み、民芸運動に賛同しました。父の本箱には民芸に関する書籍がたくさん並んでいて、雑誌工芸も手に取ることができました。日本民芸館が開設されたのが1936年でした。今から84年前になります。柳宗悦、河合勘次郎、浜田庄司が現存する韓国の工芸品を調査した時の話を雑誌工芸で読みました。その雑誌のグラビアに牛市の写真がありました。それを見た瞬間、このような写真を撮ってみたいと私は思いました。1970年の夏でした。雑誌工芸で読んだ河合先生の寄稿文に沿って父と旅することを計画しました。父は印刷道の骨董街をくまなく回って掘り出し物の工芸品を探すことを楽しみにしておりました。私は印刷道周辺を撮影しました。父は柳宗悦の著書「私の念願」に書かれていた朝川匠のことを知り、将来息子ができたら匠と名付け、朝川匠のような生き方をすることを願っていたようです。その縁でソウル滞在2日目、私は朝川匠が眠るマウリに向かいました。お墓の周辺はとてもきれいに掃除され、花が添えられていました。父は印刷道にもう少しいたいということで、私は民芸に興味のある韓国の青年の案内で地方を旅しました。河合先生の文章と一体化した風景が広がっておりました。Thank you.
旅の途中、永州の村で一の日に出会いました。麻の生産で有名な安藤の村にも行きました。高齢の村で陶器を作る職人たちに会いました。雑誌工芸で見た34年前の風景が今ここに存在していることに私は驚きました。韓国を旅して40年の歳月が経ちました。これまで撮影してきた写真が韓国国立民族博物館に所蔵されることになりました。この博物館が柳宗悦、浅川拓海たちが京福宮に開設した朝鮮民族美術館と同じ敷地内にあることに不思議な縁を感じました。自分は50年以上ではどうしても作ったのを本にしたいと、それを見て若い韓国の人がその後を取り続けてほしい。民族博物館の人たちと一緒に浅川拓海の墓にお参りしました。浅川拓海のことは韓国の人たちに知れ渡っていました。わずかな収入の大半は韓国の貧しい人のために使われました。幾年もこのことを続けていましたが、日本ではそのことを知る人が少なかったです。浅川拓海の棺は韓国の人たちに担がれて小高い丘に運ばれました。その日は激しい雨の日だったそうです。
彼が愛した韓国の民族衣装を着たまま葬られました。浅川匠から始まった私の韓国での旅も今年で50年になりました。今回の写真展は古代から現代と続く両国においての精神の交わりをテーマに展示構成いたしました。